皆さんこんにちは、マネルグルビジです。では今回は、信長の予防大使パープキット、徳川家康編、続きをプレイしていきたいと思います。前回までに、今川を滅ぼし、南近江六角も攻略、伊勢から紀伊にかけて、進行を続けているという中で、いよいよ宿敵、本願寺、これがね、手の届くところまで迫ってきていると。いうところになります。具体的にはですね、最下を取りましたので、この先岸和田を取れば石山御坊に入れるというところまで来ています。ただですね、この石山御坊、本願寺なんですけども、本願寺をですね、敵に言い回す場合、武田、浅井、朝倉、このあたりが一気に敵に回ってしまう。正直、浅井朝倉はどうでもいいといえばどうでもいいんですけども、信玄との間がこじれると、一気に厳しくなってくるので、ここはですね、本願寺にいきなり攻めかかるのではなくて、周辺に展開している三好、これの総統から始めていきたいと思っています。それと同時にですね、信玄に対しては、婚姻を締結したいと思います。勝頼に、13歳となった娘を嫁がせて、これで、より同盟を強固なものにしたいというところですね。では、早速続きをプレイしていきます。三好を攻略するために一旦兵を引いて、戦力を整えていきます。まず信玄、武田家に申し込みしていた婚姻ですね、勝頼に対して娘を嫁がせる作戦、これはうまくいっています。ここで一度本願寺に宣戦布告してみて、信玄がどう動くかっていうのをね、見てもいいかもしれませんね。これより、はい、毛利元就が死亡してますね。今毛利包囲網ができている中での元就の死亡。この後家督は輝元が継いだようです。輝元は元就の嫡男高元の息子なんですけども、高元がね、病死とも暗殺とも言われる死に方で早く亡くなってますので、そのために、高元の嫡男、輝元が毛利家の本家、これの当主になったというところですね。宇治康も死にましたね。輝元に続いて宇治康も死んでいます。北条は氏政が継いだ形です。いたします。では戦力がだいぶ整ってきましたので、ここで三好と対戦していきたいと思います。三好と対戦するにあたってはですね、対名三つ葉葵の密書、これを発動しましょう。これは対象勢力からの援軍要請、つまりこの場合三好ですね。ここに他の勢力、他の大名家から援軍を出させないようにするという、かなり強力な対名ですね。世の汚れを払い、天下に正室をもたらさん。さあ、これで戦っていきましょう。さらに筒井純慶、こことは同盟の交渉を行います。他同盟が結べそうなところとはこの際同盟を結んでいっちゃいましょう。旗の同盟、かしこまりました。石木、山名、この辺りとも同盟を結んで、三好を少なくともこの畿内一円から追い出していきます。信長が、少し遅いタイミングの気もしますが、斉藤、義達攻略、これに出てますね。ここはもちろん信長に味方しましょう。さあ、筒井純慶との同盟、これが成立しましたので、このタイミングで宣戦布告していきたいと思います。三好と開戦です。
見せるは今ぞ。これで三好に味方する勢力がどれくらいいるか。まあ確かに援軍はね、出させないように三つ葉葵の密書を発動してありますが、まずは敵の全体兵力確認していきたいと思います。まず別所が三好に。赤松も三好。わしが力になる。信玄。力を貸してやろう。信長。旗戸。一色。山田。このあたりは味方してくれますね。これであれば戦える。では、兵を進めていきましょう。まずどこに攻め込むのかというところですけども、まあ、いきなり五所を取るというのが、いかに危険かというのが、これでわかりますよね。官兵衛を総大将に、兵3万。3万か。家康は兵2万3000。まあ、おまけに官兵衛の方が先に陣を張るっていうね、ちょっとここはきつそうだな。となると、高山右近。高山右近か、それとも高屋城か。いや、岸和田城を取りましょう、先に。計2万8000を整えました。これで岸和田城攻略に取り掛かっていきます。三好軍も官兵衛を対象とした軍を編成してきましたね。3万超え。さらに、岡義政が三好に下った。いやー、きつくなりそうだな。ちょっと待ってね、4万の兵か。思ったよりはるかに多いですね。味方2万8000整えたので、いけるかと思いましたけど、三好は、2万8000。プラス、1万2000の合計4万という兵力か。さて、どう戦うかだな。まあ、普通に戦ってもきついとは思うんですけど、武将のね、まあ、いわゆる能力で言うと、まあ、相当こちらも強いとは思うので、まあ、しっかり、敵の本陣を狙っていく、まあ、いつも通りの作戦にはなりますが、本陣切り込み。これを発動して戦っていきましょう。さあ、ご覧のような陣形でいきます。まあ、なんとかね、敵の本陣をつける体制でいきましょう。戦国堀の戦い。敵の動きをね、しっかり上げて、いきたいとは思います。覚悟せよ。突進してくる敵の部隊がいれば、これを潰したいですよね。何？三好に下る。ふざけんなよ。マジか。こんなところでよくやってくれるな。敵の本陣の位置もまだわからないしな。やりたい前。ゲチよ、覚悟は良いか。みんな気を引き締めよ。こんなところでダメージを受けるとはきついよな。掴みました。官兵衛が大将っていうのは厳しいな。いや、官兵衛は大将じゃない。大将は別にいるぞ。大将がどこにいるか。ちょっと迂回してでも大将を狙いに行きますか。三好との戦い、ここまできついとは思わなかったな。まあ慎重だよね。ここかここかここか。どこに敵の大将がいるかもまだわからない状態なので、迂闊に飛び込めないですよね。ちょっと何もできずに敗退する可能性すらあるな。まあ日々食らってる。寺が毎秒食らっちゃってますね。敵の居所掴みました。さらに官兵衛か。いた、敵の本陣発見。ここにいますね。敵の本陣に全部隊突入していく以外に勝ち目はない。覚悟せよ。ご命令を。なんとも情けない戦いにはなりますけど、全部隊突入戦を
行っていきます。やりたい。敵の本陣にすらたどり着けない可能性すらありますよね。これやりたい前。三河魂、さすがそうだ。見るがよい。やりたい前。なんとかね、敵の本陣、三好の本陣を狙いたいところですが、官兵衛も強いな。本陣切り込み発動します。やりたい前。敵は全軍突撃、ここで使ってくるか。まあ、ただ敵の本陣と相対するチャンスではありますからね。修羅となりと、やりたい。三好の本陣に迫っていきましょう。前。皆気を引き締めよ。始めるぞ。ゲチよ、始めるぜ。さあ向かい隊の最大戦速、これで一気に三好の本陣に迫っていきます。三好隊がね、本陣が下がっていく気配ありますので、これ追い落とし仕掛ける絶好のチャンスですね。奈落に引っかかったか。やるなぁ、本当に。三好侮ってましたよね。奈落さえなければいけたかもしれなかったなぁ。官兵衛が救援に来ちゃいましたもんね。いやー、いろいろまずかったな。ちょっと残念ですが、ここは敗戦になりそうですね。引いて体勢を立て直す。三好軍が4万の兵と整えてくるとはさすがでしたね。はい、まあ、残念ながら三好討伐戦第1回目のね、戦国堀の戦い、これには負けてしまいましたが、ま、戦略としてはね、同じような戦略で頑張って続けていきたいと思います。まあ、もう少し戦力増やしたいので、まあ、筒井純慶、あたりにですね、もうちょっと強力に働きかけて、兵を出してもらえるような交渉、こういうこともね、やっていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。